これまでの先生たちのように私たちを見捨ててたらい回すに決まっています。なんだその捨てられた子犬のような目は。お前らのこと幸せにしてみせるから俺を信じて付き合ってくれ。ね、悪い、中見てしまいました。ごめんね、ユイガ君、数式見てるとどうしても眠くなって。すっげーいい匂いした、すっげーいい匂いした。落ち着け、ユイガ成り行き。せっかく特別 VIP 推薦に入れるんだ。ここで自分の成績を落としたら目も当てられないからな。初めからできちまうより伸びしろがたっぷりあっていいよ。うん、って親父の受け売りだけど。そうだよね、ユイガ君っていいこと言う。立ち直り早いな。よし、頑張るぞ。はいはい。あれ、ユイガ君なんだか顔色悪いけど大丈夫？え、そう、熱でもあるんじゃない？近い。どうかしたか、古橋。あ、うん、ごめんね、なんでもないの。おう。だから私はどんな苦手なことだって克服して天文学を本格的に学ぶんだ。見つかるといいな、お袋さんの星。まあ、なんだ。お前が理系に進めるよう、その、力貸すからさ。ユイガ君。今の、現地取ったからね。なんかこの距離で見るとフミノッチって、圧倒的美少女すぎない？髪の毛サラッサラだし、肌綺麗だし、まつ毛長いし。その上、優しくって守ってあげたくなる感じで。てかめっちゃいい匂い。ぶっちゃけ私の理想そのものなんですけど。ないんだよ。大丈夫大丈夫、フルカちゃん、もうちょっと頑張ってみようよ。フルハシから何か出とる。戻れ。おいフルハシ、具合どうだ。バカめ、抵抗しても無駄だ。これからたっぷり身をもって教育を。ユイガ君、ダメ。待って、なんてことするんだ、古橋。こっちのセリフだよ。
きますが。そうだ、フミノッチ、フミノッチは味方だよね。あ、でも暗記がちょっと得意なだけで、普通の英語のテストは私も平均点ぐらいだよ。ほら、暗記なんて誰にでもできるし。古橋さん、やめてあげて。これで明日の数学を古橋が乗り切ってくれれば。任せて。あ、これあかんやつや。古橋、具合どうだ？これ差し入れ。って、なんで顔まで布団かぶってんだ？だって、パジャマだし、髪とかボサボサだし、恥ずかしい。そうか。ゆいがくんとならちょっとだけ夢に手が届きそうな気がしてきたよ。おう、こちらこそ。え、もう大丈夫だよ。ほら、元気。いや、そういう意味じゃなくて、目のやり場に大変困るというか。またこの前みたいに風邪ひいたらまずいぞ。保健室行くか？お気になさらず、全然大丈夫だから。って、勉強も手についてないみたいだし、ほっとけるわけないだろ。いや、本当なんでもないっていうか、その…春雨のみとし、体重は無事元に戻ったそうです。ここで誘惑に負けちゃったら道行く人に。おいおい、随分ファイトな名人か。
かも得たもんだな。小粋なジョーク混じりに嘲笑されること受け合いだよ。逃げて。今はこんなものしかないけど。With crimson secrets and fortune